漫画史上最高の天才って誰だろう？鳥山明？小田栄一郎、こんなに考察されてる漫画他にないよ。後藤下小夜春、戸樫、高橋留美子、荒木博彦、デスノートの作者、手塚。やっぱ手塚治虫じゃね？この名前出されて否定できるやつおらんやろ。しかも医者やぞ。小田に聞いても、鳥山に聞いても、戸樫に聞いても、手塚って答えると思うよ。小田や鳥山が正しいとは限らないし、実際天才かどうかは別にして、思考停止したままみんなの言う通り天才だっていう人が多すぎるんだよ。手塚がやらずともそのうち誰かがやってた。複数の絵で時間を扱う創作物なんてものはそれ以前にあったんだからな。そのうち誰かがあって全部に当てはまるだろ。何にでも当てはまるな。手塚の功績は映画の手法を漫画に取り入れたことではなく悲劇を漫画に持ち込んだことだぞ。映画の手法を漫画に取り入れるのは手塚以前に試みられてた。どのキャラも今の若者や子供は大抵知らんが、ドラえもんなら知られてるが、確かにドラえもんと比べるとどれも国民的キャラとは言い難いよな。この中では唯一ブラックジャックがまだ現役で若い読者にも認知されてる印象。未だにリメイクとか作られてるし、ただ漫画として優れてるかってことと、一番面白いと思われてる漫画はどれかってことを考えるとまた違ってくる気もする。手塚の漫画がキャラを提示する漫画としてドラえもんに引けを取ってるとも簡単には思えないんだよな。ブラックジャックは今でも医療漫画の金字塔として語られるし、アトムだって日本初のアニメとして有名。今の子供にとって一番知られてなきゃ後世に残ってないってのはちょっと乱暴すぎるかな。子供や若者も含めて知られてる方が国民的だろ。子供や若者も国民なんだから。手塚キャラはどれもドラえもんやピカチュウほど知られてないよ。いやすまん、俺は後世に残るキャラを生み出せなかったって部分について言ってるんだわ。ブラックジャックもアトムも間違いなく後世に残ってるでしょ。アトムやブラックジャックあたりなら知ってるんじゃね？学校の図書室に必ずあった気がするけど。横山光輝もいたな。そういえばブラックジャックとか小学校の図書室にも置いてある漫画として人気だし、中学になれば保健や美術の教科書にも載ってるくらいだが、地味通りに解釈するなら後世になんて大抵の漫画が残ってるじゃないか。絶版のまま忘れ去られた作品なんか、貸本時代ならともかく商業誌の作品はほとんど後世に残ってるよ。手塚キャラは知名度ではドラえもんにかなわないよ。手塚もドラえもんも人間や人間同士の関係性の書き方は深いよ。石の森も深い。手塚治虫が天才と言われるのは弟子たちの過剰な宣伝のせいでもあるとは思うが、高いクオリティを保ちつつあのスピードと生産量とアイディアの量がすごいのは事実。だがここの作品で言ったらドラゴンボールの方が面白いと思う。ドラゴンボールはつまらんだろ。ストーリーも展開も一通りしかない。イラストレーターとしては優秀だけど漫画家としてはレベル低い。時代が時代だったから流行ったけど、普通に今鳥山明が出てきたら流行らない。今生きてる人限定なら、鳥山と、荒川と、空知と、高橋留美子と、井上武彦あたりじゃね？天才にしたって色々あるからな。絵が超上手いとか描くのが超早いとか。鳥山はマシリと介在してない領域の人気が目に見えて下がってるのがマイナスポイント。鳥山明は編集者のおかげのストーリーだし、ドラゴンボール後の寒いギャグの短編ストーリー原案した、復活の F のひどさ。鳥山は普通にマシリとのおかげもあるけど、キャラクターデザインの力がすごかった。絵画的な意味では高橋留美子もすごいけど、まあそれぞれ得意なことが違うし、個性も違うし、最高は決められないんだが、今もういない人入れたらキリがない。赤塚不二夫とかもいるしな。手塚か F、藤子 F 不二雄かな。短編集読むと天才ぶりがよくわかるわ。F 先生の短編は大好きだが漫画の中で一番か？となると考えてしまうな。漫画とは何かということを考えてしまう。確かに面白いけど、もっと漫画らしさってことを考えると、やはり同じ短編だとブラックジャックとかの方がキャラを描いてるという点で漫画として優れてると言いたい。漫画家として天才ってなるとドカンと売れた作品があるより定期的に売れる漫画出す人かな。小説家も一発当ててその後振るわない人多いし、ってなると高橋留美子？でもピンとこないな。浦沢直樹好きなのに入れるの忘れてた。天才が誰かって話なら手塚治虫とかになるんじゃね？正直あんま詳しくないが同時代の漫画家読者の多くがそう認めてたみたいだし。ただこういうのってあくまで、その時代基準ですごかった先駆的だったってお話であって、技術の進化蓄積の上に立ってる現代の漫画家のがすごいとは思う。人望があって藤子や赤塚といった弟子たちが過剰に天才と喧伝したせいもあるんじゃないか？生涯の執筆枚数がこち亀全巻の5倍くらいだっけ？あの生産量がすごいのは確かだが、誰が1位かとかはどうでもいいよ。石の森章太郎の与えた影響の大きさはもっと評価されるべき。純みたいな実験漫画もよく書いてたからな。仮面ライダーや戦隊ものの創始者だし、だがいろんな漫画が描ける反面器用貧乏で突出した傑作はないと思う。
水木しげるとかモンキーパンチとか何代にもわたってアニメになってるのもあるし難しいな。面白い面白くないで測ったら天才かどうかなんて見えてこない。風呂敷の広げ方と畳み方なら藤田和弘。石の森か長い。牛虎などもすごい漫画だ。長い号はすごいだろうな。トップ売上作品を書いたが複数ヒットを飛ばせるのかはまだ未知数。作品自体の構成の影響や当時の市場の開拓功績が強すぎるから、結局手塚治虫がトップは揺るがんだろうな。時点で長い号とか大友とかになって、鳥山がそこに入るか、次のランクに落ちるかぐらい。大友もすごいがドラゴンボールの方が面白いと思う。手塚の功績はすごいが構成に残るキャラは生み出せなかった。そういう意味ならドラえもんの方が国民的なキャラになった。アトム。アトムなんか今の子供は知らんよ。天才マンじゃね？演習率めっちゃ言えるし。ライダーと戦隊ヒーローって今も同時に作られてるけど、こういう特殊なコンテンツを生み出したのは多分石の森だけ。手塚治虫赤塚不二雄石の森章太郎。長い号もだけど、何もない状態から自号で終わりねって言われた時に、自然に畳めるやつが天才っていうやつ。ネウロ書いてた時の松田。松井じゃね？三作目も当ててるからやっぱ頭いいのはわかる。松井流星も確かに。上がってないのだと水島真嗣かな。スポーツ漫画の分野で彼以前とは一線を画すクオリティ。石の森章太郎と赤塚不二雄な。手塚治虫と石の森章太郎が並ぶのはまだわかるけど、赤塚不二雄は課題評価。一個落ちると思う。ギャグ漫画はちょっと時代が変わると途端に辛くなる。水木しげる先生も化け物だなそういや。天才なんてどうせ山ほど出るんだから吉田戦車と伊藤淳二も入れよう。ギャグとか時代的なニュースとか流行り言葉とかはすぐ古くなるんだよ。俺的天才はジョジョの荒木博彦。手塚治虫の火の鳥とかはあまり上がらないのはなんでだ。単一作品を挙げるなら俺は火の鳥派。未完であることが惜しいけどそれでも成り立っているし。ヤガミライト。デスノーと作者はデスノだけだったか？何回か出してるデスノ外伝の短編は面白いんだけど頭いいのは間違いない。アメリカに売って分配させるのは読んだ。他にもある？あんなの騙されるの子供かバカだけだよ。L のテレビへの初登場ってキラがテレビ見てなかったら間抜けな。自己紹介だけしてキラの能力も居場所も特定できず敵意の表明だけしてしまうというガバガバ作戦。次の日キラがそのこと知ったら証拠隠滅などの対策を取られるアホな作戦。水面下で操作してゲリラで捕まえるべきだったんだよ。これはちょっと。漫画の面白さを語る資格あるか？デスノートの面白さは否定してないよ。頭の悪い漫画だと言っただけ。ハンターハンターも同じ。デスの作者はラッキーマンも書いてるだろ。呪術作者のコメントとか見るとブリーチの若手作家に与えた影響も大きそうだ。遊戯王の作者だろ結局。手塚は筆頭だな。ほぼ全てのジャンルに足跡つけてしまった。個人的には尖し。今の世の中何やってもパクリだが、それを面白くするのがうまい。手塚治虫。藤子F不二雄。水木しげる。火の鳥やブラックジャックしか上がらんけど手塚が本当にすごいのは七色インコな。手塚はアイディアバンバン出せて生産スピードや量がものすごい上に高いクオリティを維持してるのがすごい。だがここの作品はドラゴンボールほど面白くないよ。面白い面白くないを言い出しちゃうと主観になるからそこはどうだろう。そうだよ、面白いと感じるかどうかなんか、客観的に数値化するのが不可能。あくまで俺の感覚でしかないよ。そうするとこのスレは、俺が一番天才と思ってるのは〇〇だからもうそれでファイナルアンサーねってスレになっちゃうよ。暇つぶしの床屋談義だからそれでいい。その主観を取り外すともはや、漫画自体の売り上げか、経済効果の話になるか、結局開拓者たる手塚治虫のどれかだよね。手塚治虫、藤子 F 不二雄、石の森章太郎、久保太斗、高橋留美子は漫画の怪物って言われてるらしいな。鳥山も2発当てただけだし、ドラゴンボールも編集者の力が大きい。人造人間も最初2人だけだった。別に鳥山嫌いではない。絵は好き。2000年代の漫画で一番を決めろと言われたら確かにデスノートは押すかもしれないな。あの作者のその後の作品と比較しても、もろもろのメディア戦略とっても、すべてが奇跡的に決まっていた作品だと思える。デスノートは面白いよ。だが頭は悪いよ。ドラゴンボールは？頭悪くないの？ツッコミどころ満載なんだけど、天才が誰かなんてバカにわかるわけないだろ。お前らハンターやデスノが本気で頭いいと思ったのかよ。頭いい頭脳戦なんて漫画で見たことないぞ。ドラゴンボールは敵より弱い主人公が強くなって敵を倒すってストーリーだけだが、いろいろひねったりバリエーションをつけたり工夫はしてるよ。今使ってるのがその10倍海王剣なんじゃとか、小田栄一郎とか浦沢直樹は、70点くらいのクオリティを下回らずに長年出し続けれるのはプロだと思う。富樫は90点のクオリティを出し続ける天才。こち亀とかはずっと30点だけど長期連載はある意味才能かも。鳥山とかガラスの仮面とかは、同じストーリーと展開を繰り返しすぎててアホじゃないと楽しめない。頭いい人はすぐ飽きる。
まあ低学年とか頭悪い大人向け？賛同。あと足立光も好きじゃないが、セリフ回しは安定。ドラゴンボールつまらないはさすがに逆張りがすぎる。36年間ずっと人気で延々とアニメとゲームや関連商品が売られ続けて、リメイクアニメも超でもヒットして、劇場版のブロリーまでヒットして、また新作の映画作る作品が、つまらないはもはや完成がずれてる。ドラクエも鳥山の絵で持ってるところはあるぞ。あれが鳥山の絵じゃなかったらクソつまらんゲーム。バシッ、10のダメージを与えた。バシッ、35のダメージを与えた。だけのゴミゲーだからな。ドラゴンボールも絵でなんとか持ってる。ゲームとして漫画としてっていう視点で見るとまあつまらないってのが答え。ドラクエは面白いよ。ユーモアに悲しさにストーリーもアイディアもハイレベルだし、ゲームとしても面白い。海外の RPG を日本で受けるようにアレンジしただけで、発明とは言えないが、堀井雄二も天才だと思う。まあそれは発明の一種なんじゃない？スプラトゥーンもそういう意味では転換のプロだとは思ったけど。やっぱ手塚。まずキャラデザが古すぎる。次に展開が暗く重苦しい。ドラゴンボールの強さの量だけで競うバトルがマンネリだったのは確かだね。それを解決するためにジョジョや山田風太郎的な強さの質で競う能力者バトルが流行ったんだよ。芥見先生だろうな。手塚治虫が有名なのは知ってるけど今読んでもあまり面白いとは思わない。ビートルズみたいな源流だね。漫画なんて時代や読者層によって評価は変わる。ここ10年で読者に最も多く支持されてるのはワンピースの織田なのだろうね。手塚は今読むと面白さは微妙。特に時は創世代が衝撃を受けたという初期作品の面白さが俺にはいまいちわからん。だが個人的にビートルズは音は古いが今聞いてもすごいと感じる。個人的には石の森章太郎か、桑田次郎を推したい。一応一番売れたやつが優秀ってことでもいいんじゃないかな。ドラゴンボールは例えばバトルにしても絵にしても唯一無二なとこがいいね。あんな空飛んで戦う変なバトルはそれまで見たことがなかった。ドラクエがバシッチューのダメージってだけの単純なゲームだと把握してるのは、披露する方がアホなだけ。現役当時の仕事量とか知ってたら手塚治虫の異常さがわかるぞ。同時に11本の連載を抱えたりしてた。死ぬ間際の入院しながらの状態でも3本の連載を書いてた。さらに少女漫画というカテゴリーを生み出したのも手塚治虫。火の鳥とか読んで手塚治虫を天才だと思わない人間はそうそういないと思うけどな。火の鳥や生産量とスピードはすごいよ手塚は。だが面白さは今だと微妙。特に初期作品が俺にはいまいちつまらない。手法が古すぎるのもあるんだろうし。まあ面白い面白くないは個人の主観による指示台にもよるものだからな。俺はワンピースとかドラゴンボール読んでも子供向けすぎて全く面白くないし、ハンターハンターは面白かった。主観による面白い面白くないで才能は測れないんじゃね？その時代にどれだけ世の中に認められたか？どれだけの偉業を成し遂げたか？って判断するしかない気が。バトルにしても何にしても鳥山は他の漫画家には真似できないよ。パクローにもオリジナリティが強すぎる。人間には安定を求める本能もあるが、ハッピーエンドを好む客とか水戸黄門のファンとか、知識欲もあって初めて見るものは面白いと感じる。俺にとってはドラゴンボールは初めて見る面白い漫画だった。基礎を作った手塚と鳥山、富樫の技術革新があって、それからまともに天才かこいつと言えるようなのはいないと思う。富樫って技術なんか革新したか？レベル E の王子の日記でほぼテキストだけのページを読ませて、ハンタでもここがこうなってダメージみたいな小説的かつ論理的でセリフが異常に多い手法で書いてるのはある意味珍しいが、富樫って技術にしても、小回りにしても、構図にしても、アイディアにしてもどこかで見たパクリが多いよ。富樫は小回りとは何ぞやを追求して、ある程度の答えを出してる漫画家だからな。現代の漫画家はほとんど富樫鳥山手塚のキメラになった。富樫はいろんな小回りテクニックをパクって駆使してはいるが、新しい小回りとかは俺の知る限りないぞ。おのおのの漫画家、例えば外国のコミックにしても似たようなことしてもそれを理解していないから、ストーリーに組み込めない。富樫は小回りで読ませるっていう面倒この上ないことをしてるよ。小回りの異彩は川原雅俊。あそこまで割り切って小回りに力入れてないのはすごいよな。四段の団長の能力が、他の能力者の能力を盗むとか、メルエムが他の能力者の能力を食うとか設定してるけど、富樫の考え方が出てると思う。いろんな漫画から面白さをパクって高密度で詰め込んだ漫画が最強っていう。誘白なんかヤンキーに恋愛にバトルに何でも詰め込んであっただろ。例えば前回の小回りでこう読ませたからこう読むんだろうと予測させ、こういう風に読むのであればこういう風に見えませんか？こう見えるならこうですよね？というようなことを作中で延々とやる。作ってる方は地獄だよ。それは計算の精度の話であって革新性の話ではないだろ。富樫は小回り上手いしいろんな手法を駆使してるが、革新的ではないと思うよ。視線誘導なんかやってる漫画家は多いし、高橋留美子かもしれんね。漫画もこれ以上進化しようがなくなった感はあるな。キャラデザ、設定、世界観、
ストーリー展開、セリフ、小回り等の演出。近年の実験的な作風の漫画家というと、東木よし子ぐらいしか知らないわ。電子書籍やスマホ用漫画ひたすら縦スクロールの登場で何か革新が起こりそうだが、鳥山はデザイナー。そうなんだよね。そこを勘違いしてる人は多い。デザインが良ければ商品は売れたりするけど、プロダクトが素晴らしいかはまた別の話。画質とか解像度とかは、CG のクオリティが高いゲームが楽しいゲームだと言ってるやつと同レベル。リアリティな描写じゃなくてもスプラトゥーンは楽しいし、ゲームとしてよくできている。それで言うとドラゴンボールは漫画としてはレベルは低い。お前が鳥山が以外の部分もうまいのを理解できないだけだと思うよ。例えば当時の少年がこぞってワクワクして次のジャンプを楽しみにしていたのは、絵よりもストーリーの賜物だろ。それは当時少年だったからじゃないの？大人になってから読んだことある？思い出で語られてもな。正直子供の頃は熱い気持ちで読んでたけど大学生以降で読んでみたらカスだった。思い出補正はでかいなぁと思ったわ。進撃の作者は背景を使ったスクリーンアウトみたいな独自の手法を一個作ったからすごかったけどな。若い子が使ってるのを見ると分かってる奴がどっかにいるんだな程度に思うけど、理解して全部使ってる奴なんてほぼほぼいないよね。手塚は次々発想を出すのと、すごい量の作品をハイスピードである程度のクオリティを維持しつつ生み出したのがすごいのであって、ツイッターで一度ブレイクしただけのワニと凄さの種類が全く違うよ。比較は不可能。絵だけでワクワクさせられる唯一の漫画家が鳥山明だと思うけどな俺は。ドラクエとかクロノトリガーとかジャンプでキャラデザが発表された時のワクワク感とか未だに覚えてるわ。ドラゴンボールはストーリーは今の俺には何が面白いのかわからないけど、メカデザインとかはすげえなぁかっけーなぁって思う。そういう人もいるのかもしれないが鳥山はストーリーも評価高いだろ。絵だけの漫画家だったらイラスト集がジャンプに載っても大多数の読者をワクワクさせられるはずじゃん。セリフもストーリーもいらん。あられちゃんの地球割とか鳥山は発想もオリジナリティがあってぶっ飛んでるよ。いや、当然イラスト以外もすごい部分はたくさんあるんだと思うよ。ドラゴンボールは全然好きじゃないけどドクタースランプは俺も大好きだし。ただ、イラストのレベルがすごすぎてトータル評価が爆上がってる漫画家なのかなという印象。イラスト、SSS、超超超一流。ストーリー、A、一流。オリジナリティ、B、A、みたいな。ドラゴンボールの凄さって言ったら単純に線画かな。それ言っちゃうと井上武彦とかどうなるんだよって話だけど。線画で表現できうる全ては表現してくれたってので感謝してる奴は多いと思うよ。これどう書けばいいのってスラムダンク見ても参考にならんしな。一応売り上げしかデータはないわけだから、売り上げで天才かどうか決めるしかないんだと思う。天才かなんかのパラメーターなんかないんだし。天才かどうかのパラメータがないのはその通りで、比較は不可能だよ。売り上げだけで競っても他の無数の要素を取りこぼすが、あまりすごい売れ方ではない諸星大二郎は超一流だと思うし、ドラゴンボールは小回りがすごいって漫画かじってたやつが言ってた。今のトヨタロウのやつと比べてる画像かなんか見たけどよくわからんかったが。小回りもうまいよ、鳥山はストーリーもギャグもうまい。黒鳥が課題評価なのも鳥山明だから。スラムダンクはデッサンを踏まえた線画のうまさで、鳥山はデッサンはめちゃくちゃだが絵がうまい。線画だけじゃなくカラーも構図もアングルもレイアウトもうまい。スラムダンクとドラゴンボールでは種類が全く異なるよ。まあだから基礎を見るなら手塚。絵的な表現方法を見るなら鳥山。小回りの方法を見るなら冨樫って感じかね。漫画家が参考にして歴史に残りそうな人物に限定しての話だけど、鳥山さんは天性みたいな天才的なものはあるよね。鳥山が絵だけだったらあられちゃんもドラゴンボールもすぐ終わって原作者つけてたんじゃないの？設定やストーリーなどに持久力がなかったら、鳥山の絵じゃないアニメまでここまでヒットするか？ドラゴンボールは読み始めると展開とか分かってても次が読みたくなるんだよね。鳥山がストーリーすごかったらドラゴンボールの後の作品や監修した映画やスーパーの評価も上がってる。アクションシーンとデザイン力がベラボーに高かっただけで結局舵取りはマシリトでファイナルアンサーじゃん。鳥山のキメラとかアンナモンドの漫画家が真似できるんだよ。キャストシステムを作り出した足立みつるという天才。史上最高の天才なら手塚治虫。天才というなら鳥山明も天才。鳥山明のオリジナリティ B はない。鳥山明のオリジナルをみんなが真似してスタンダードになってるんだぞ。孫悟空の髪型からバトル描写まで鳥山はオリジナリティの塊だよ。鳥山明は今見ると絵柄もセンスもさすがに古い。古くならないものなんてないから仕方ないね。おされですら今見ると厳しいものあるし、ただ古典化してるのは両者ともさすが。高橋留美子、二成、中華娘、男装女子、ヒロインが地味、ヤンデレ、今のハーレム漫画の礎を築いた神。例えば当時の少年がワクワクした、ピッコロと孫悟空が組んでラディッツと戦う展開の魅力は絵だけなの？そこは別に絵だけとは言わないけど、全体的にストーリーのレベルは低い。面白みがないしパターン一緒。大猿化した孫悟飯の尻尾を切ったベジータが逆転勝利か？
孫悟飯の巨体の下敷きになる、とかどんでん返しを決めたり鳥山は展開にもいろんな工夫をしてるよ。ごめんけどそこは擁護できないわ。え？それが面白くてレベルが高いってこと？お前のレベルの低さに驚愕だわ。それが工夫で面白い展開なんだ。へえ、そんなの書いてるやつ全員天才に決まってるだろ。みんなで少しずつ歴史を動かしてきたんだ。最高ではないけど鬼滅の刃の作者じゃね？キャラデザは小田、戦闘は鳥山、押されとキャラデザは久保隊とも唯一無二の荒木博彦。ドラゴンボールはインフレバトルっていう半永久的なテンプレートを作ったけど、漫画としての面白さはフリーザぐらいまでで、あとは下り坂な気がする。それで言うとテンプレ化しちゃったからつまらなくなったという見方もできるね。新鮮さがなくなるからあとはコンテンツの質というよりはビジネス的な連載によっちゃったのかもな。ただ、漫画という界隈に革新を起こしたという意味では、バトル漫画のテンプレートを完成させたドラゴンボールが一番新しい革新な気がする。話し合いの完成度ならともかく、それ以降の漫画に界隈を大きく変えたものってあるだろうか？日常系漫画。日常系4コマ風漫画自体は昔からあるが、あくまでもキャラクターを前面に押し出して展開するって意味じゃキララ系とかはそうかも。まあそれはコロンブスの卵的な意味しか持ってなくて。じゃあコロンブスが航海の才能があったかとか大陸発見のプロ天才かとかは別の話だよね。水木しげるは妖怪以外では戦記ものとかヒットラーとかクソ面白い。手塚と横山は漫画界の大長島。メインの読者は子供だったからドラゴンボールみたいな単純なバトルものはウケるわな。いや鳥山明でいいだろ。ドラゴンボールがバトル漫画のテンプレ作ったとか言い出したら、手塚治虫がストーリー漫画のテンプレ作ってるから勝てんだろ。脚本家の才能と漫画家の才能は別で考えるべきだと思うわ。バトル漫画がよくわからん。次々現れる強敵と戦い続けるなら、ジャンプ黎明期の番長漫画で散々やってた。街とか破壊しながら戦うのは、北斗の拳劇場版がドラゴンボールより先にやってる？漫画家の中で最も手間のかからない方法で最も稼いでるのは福本信行ってことで OK？ ドラクエの鳥山か遊戯王カードの高橋じゃね？漫画家としてなら三田のリフサじゃね？裏にいるがもう広し。遊戯王は集英社に恐ろしい利益をもたらしたらしいな。小林誠と蛭田達也の格闘シーンの書き方は天才。ワールドトリガーの集団戦は天才的だと思う。他の漫画だと、コブイエスコでやってるだけで、地形や連携考えて戦ってるのなんてほとんどない。想像力で言うとやっぱ手塚かな？いろんな漫画家が真似したぐらいだし。手塚でしょ。史上最高の天才漫画家は誰だとあなたは思いますか？ぜひコメント欄に一言お願いします。以上、2021年7月に書き込まれた2チャンネルスレの紹介でした。